これより質疑をを行行いいまますす本日の質質質疑疑はあらかじめ質疑者を定め者定ずに行います質疑及び答弁の際は挙手の上、委員長の指名を待って、着席のままご発言くださいますようお願いいたします。なお、質疑の際には、まず各会派1名ずつ指名させていただき、その後は会,会派にかかわらず、ご発言いただけるよう整理いたしてまいりたいと思います。 また質疑の時間は限られておりますので委員の1回の発言は約3分程度となるようご協力をお願い申し上げますそれでは質疑のある方挙手をお願いしますじゃあ藤原委員、えー、3分でございますから大変限られた時間でございますまず参考人の皆様大変貴重なご意見いただきましてありがとうございました、えー、私はあのはいわかりました座って座って失礼いたします、えー、私は まず今回、ですね確認できたことは大きく言って3点でございます、えー、原子力が一番生産コストが安いとそう言われてまいりましたけれども結果的に一番高いエネルギーの構築につながっているということを確認がされたということもう一点はあ我が国には大変恐縮ですけれども、えー、完全な原子力の専門家がいなかったということは明らかになってしまったと言いますのはいまだに事故が起きて ままだ解決しててないといととうここです。す。れ数月っおりそれからそれを管理する行政が機能不全であったということを、大きく分けてこの3点が極めて確認をされた恐ろしいことであります。でそこで、ですね、被検在民の立場で、えー、お話しされております孫参考人にお尋ねいたします。 主権在民の原則に基づき、国家が国民に代わって政府と官僚機構の活動を監視するのが、本来の私は行政監視であると考えてございます。今回の原発事故,に事故に関しては、主権在民がひどくないがしろされてきたとも、されていると思っております。 えー、でこの原発を進めることに当たりまして、安全の確保は今お話しされたように、絶対条件であるはずでございます、それができなければ、原発利用は終わってしまうはずでありますが、国会審議で原子力安全委員会の委員長、まだらめ委員長さんが、事故はあ想定を超えたものだったという驚くべき発言をされております、あってはならない発言でございますけれども。 そう述べられてあるんであるでりますで。これはですね、まあ、主権者、国民の利益はあど,どこに行ってしまったかということになっていってしまう、で主権在民がひどくないがしされてしまっているのを表しであると思います。これはあの徹底的に国民の安全が軽視されないよう検証しなければなりませんが、それが党行政監視委員会の役割であると。 私は持っておりますそこでなんですが、原子力行政は原子力基本法に基づいて行われるようになっておりますが、同法では原子力安全委員会は原子力の研究、開発および利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項について企画し、審議しおよび決定すると規定しているんであります。第第五条二項でありりまますつまり現行法,の現行法上 原子力安全委員会が要であり、それが機能しなければ、原発の安全は確保できないわけです。ところが、現実は機能不全であることが明らかであります。でさらに、それを是正する内部統制というのが実はあるんであります。どこにあるかというと、総務省の行政評価監視であります。行政監視なんです。ところが、これも、 機能不全であることが明らかとなりましたで。これらを是正をしていかなきゃならないのが国会の役割でありまして、党委員会でもあるのであります。私はそういう意味で、主権在民が非常にないがしろにされている現状につながっていることを鑑みると、恐ろしいことでありますので、今、参考人からいろいろご意見いただきましたけれども、孫参考人、主権財民の立場でさまざま発言されておりますけれども、 私のただいま申し述べましたことに関しましてのご意見を賜りたいと思います全く同感でありまして、えー、そもそもこれだけ恐ろしい、えー、事故を多くの国民はあの理解してなかったんではないかと、私も含めてですけれども、したがって、その主権、在民という観点からいくと、その原発事故は周辺住民、 いうことですが、その周辺の定義が、ですねもうほぼ日本中になってきていると、つまり原発は日本中に、えー、点在しておるわけですので、これはあ国民が一度、その直接選挙で、ですねあるいは直接投票で、その原発を継続的に受け入れるべきかどうかというのを語られる、その 国民に問う場があってもよいのではないかという気がするぐらいの状況であります、特に子どもたちを抱える親にとっては、ですね自分の代だけではなくて、自分の子の代、孫の代に対してまで責任がある、心配があるということでございますし、プルトニウムが一度出てしまうと、半減期になるだけで二万四千年ということですけれども、千年に一回の 津波だとか地震は想定外だったと言いますけれども、2万4千年の中には千年は24回来るわけでございますので、千年に1回のものを想定外とそもそも言ってはならないというぐらいの状況だと、そういう意味で現在住んでいる世代の人々と、子の代、孫の代、これから生まれてくる人たちの世代に対してまで我々が責任を,とを持,た持たなければいけないと。 という観点からすると、まさに、えー、主権を持っている、えー、人々に、国民に、一回きっちりとお問う場が、えー、あるべきではないかと、この原発を今後どうするかということについてはですね、特に安全レベルを上げるべきだというふうに私は思います。あありりがととうございます3分でござざい、はいいまますす分ででから以上えず